最初の私はおとなしい男、恋にあふれて感情を閉ざすのは正しい。人格作り上げ私たちの感情は入れ替わる。受け入れたくない記憶を読ん、別の人格とみなし、もう他人事のように振る舞い、ろくそうやって自分を守ったなら、記憶の共有はされないはず。互いの存在も知らない。急時が流れ今は住人の人格がここにいた。私の中の住人が同じような恋をした。皆みんな報われるまま、女の答えは君の中の一人だけを愛しましょう。心臓が高鳴る私たちの別人のようになって、僕の元へ訪れる。その度に胸が締め付けられると、同時に惹かれていった。でもね、君には言わねばならない。他の君にももう伝えたが、僕は一人の人しか愛せない。人格は一つしか選べない。私は多重人格。私の中の住人は皆みんなも気がついていた。自分の生まれた理由とは何か、一つの愛を手にすることが役目なら、もう終わってしまう。